はい、高島チャンネルのこちらです。今日はですね、2020年の7月5日ということで、今日なんでこんな格好をするかというと、実は今日、高島市の、安藤川の体育館で、小学生のハンドボールの、練習試合がありました。で、まだ紹介したことなかったかもしれませんが、今高島市内で、今津と安藤川で、ハンドボールスクールを、させていただいています。厳密に言うと、NPO 法人 TSC さんのところのハンドボールのプログラムを、任せていただいているというところで、去年の7月からスクールを、開校してるんですけれども、今、高島市内の小学生約20名が日々汗を流して頑張ってくれています。で、今日ちょっとその練習試合の様子を、ムービーに収めましたので、その様子をご覧いただければと思います。So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting your cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better.で高島市内で日々小学生のハンドボールたちが汗を流して頑張ってくれています。今日の動画を見て少しでもハンドボールに興味を持っていただいた方は、NPO 法人 TSC のホームページまたは、TSC ハンドボールアカデミーのインスタアカウントがありますので、そちらの方からご連絡をいただけると幸いです。いつでも見学なり、無料体験お待ちしております。はい、じゃあまたねー。